エクセルシアー重突撃戦車は、イギリスのクロムウェル巡航戦車を原型とした試作戦車である。エクセルシアーとは、ラテン語で、気品がある、優れているを意味するエクセルシオールという単語の英語読みである。1942年8月のディエップの戦いの後、チャーチル不評戦車が予定通りの性能を発揮しないのではないかという懸念が生まれ、不評戦車と巡航戦車の役割を兼務する戦車が計画された。ドイツ軍戦車に対して巡航戦車は装甲が薄く、不評戦車は機動力が不足していた。さらに、イギリス軍に供給されたアメリカ製戦車の信頼性の高さ、汎用性もイギリス軍には魅力的であった。こうした戦訓や技術的要望を加味して次期車種を模索し、新たに突撃戦車という概念が提示された。これを受け、イングリッシュエレクトリック社はクロムウェル巡航戦車の車体から2種類の試作車両を生産した。本社は巡航戦車と不評戦車の中間のような性能を有した。これは高速な不評戦車、重装甲な巡航戦車といった性能が戦訓から要望されたことによる。これを踏まえて火力と装甲はクロムウェル巡航戦車よりも強化されていた。M4 中戦車と比較しても火力と機動力が同等、装甲は凌駕している。しかしながら本社の量産はキャンセルされた。理由としては初期タイプのチャーチル戦車の問題が防御力と火力のアップデートが順調に進んで解決されたほか、近い将来にはクロムウェル巡航戦車の防御力の強化も進んで、本社と同様の防御力が得られる見通しがあったことによる。さらに新規にラインを作り、量産準備を整えるまでもなく、イギリス軍はアメリカから M4 中戦車が大量に入手できることや、生産現場のイングリッシュエレクトリック社の生産能力が限界に達していたことなどが挙げられる。イギリスは使える車両が1両でも欲しい時期であり、量産のために生産車種を絞らざるを得ず、突出した性能を持たない新規車両を生産するという試みは放棄された。これに伴い本社の開発計画は中止された。1943年11月、試作1号車である A 試作が完成。A 試作はアメリカ軍の M60 戦車からサスペンションを流用したものである。汎用性を高めるために車体と砲塔はクロムウェル戦車の設計を流用した上で装甲圧を増強し、車体前面装甲は 114mm に達した。搭載砲は長方針の6ポンド砲である。完成した車両はスタッフォードで 1600km の試験走行を行った。路上最高速度は時速 38km を発揮した。試作2号車は A 試作と構造が大きく異なっているため B 試作の名が与えられた。大きな相違点はクロムウェル巡航戦車の走行装置を拡張したものを用いたことである。これはある。L 式喧嘩装置と呼ばれるもので、ロールス・ロイス社の開発したものである。12月23日に完成した B 試作は各種の試験を行ったが、M60 戦車の熟成された足回りに比較して、R、L 喧嘩装置は脆弱であることが判明した。装甲の追加とオードナンス 9F75mm 砲の使用が予定された。他、軽量化された。C 試作も企画されたが、B 試作の不調の結果から製作がキャンセルされ、試案に終わった。現在では、イギリスのボービントン戦車博物館に試作2号車が展示されている。ありがとうございます。